もう寝たいっていう今日はもう寝たいっていうのが結構本音でして、そう、はい、ね、寝ろよって感じだと思うんですけど、だからカフェイン取ってもう無理やり目を覚ますかどっちかだった。うん、そう、まあ早く寝て明日早く起きるっていう方を、まあ、取ろうかなと思ってますけど今のところ。うん、まあそんな感じですかね近況報告が。おおぜ、あれま変だな。まあそんな感じでございますそんな感じでございます。しっかりね休めたいと思いますが、そうだな、配信始めたはいいものの、あーそうだ、告知事といえばオンラインおしゃべり会またはツーショット撮影会の10月分がまた追加になってまして、いつだっけな、何日かの、いつだっけ、何日かの最終部がオンライン個別おしゃべり会22日の最終部が完売してました。ありがとうございます。はい、大変嬉しゅうございます。あの10月8日以降の3回分が今絶賛受付中ですので、どうぞお忘れなくよろしくお願いいたします。はい、いつにも増して瞬きの少ない三村さん、マジ最近でも目なんかまぶたが痙攣してる、なんていうの、そのまぶたがなんかちょっと痙攣してたりするんですよね。疲れかな、わかんないけど、そうたまにそれを感じることがあって、寝たらいいのかすらわからん。別に寝てるんだけどね、睡眠時間は取ってるんだけど、何が不足してるのかもわからないまま。そう、疲れ、あ、しゃっくりが、ダメだった。ああもう自力で直したかったのに、ちょっととりあえず水飲もう。わあ。よいしょ。とりあえずに水飲もうか。よいしょ。
そうだ、ルイボスティー買ったんだ。よいしょ、よいしょ、まぶたの痙攣の話してたらさ、横隔膜が痙攣しだしちゃってもう多分大丈夫かな。復活どうかな。ちょっとなんとなく昨日一昨日とかと比べて今日はだいぶローテーションだから、久しぶりに歌うというのも一つの手ではある。なんとなく気分を上げるための、最近歌ってないんだよな、だから何の音だ、なんか鼻が詰まってる大丈夫。え、シソシナって追加されたの？あ、ちなみに NGT って思想でしないキスのこと、シソシナってメンバーは略してるんですけど、それってもうみんなには浸透してるものですか？じゃあ今日は久しぶりに歌うということで、まあ、長くても10時ね。久しぶりに歌う。ちょっと通知がうるさい。よし。しそしな歌うか。歌えるかな。歌ってみるか。ちょっと久しぶりだからどんなもんかわかんないけどあ、いきます。待って、声出る？OK。しそうでしない、あなたのキスはどう落ち着かず、思わせぶりでねえどこへと飛んでゆくの、目を閉じたら唇が触れた、どうすればいいのかわからずに動けなくなったよ。恋をする人間の行動なんて分かってると高くくて、自分だけはいつだって冷静で流されないって思ってた。そういうことって何度かあったけど、冗談にすればなんとかなる自信はあったんだけど、あなたのキスは甘く切なく、夢のように儚すぎて、腕を回ししがみついて、ねえこのままこうしていたい、あなたのキスは偶然じゃない、巡り合ってこの場
場所に来て黙ったまま見つめ合った言葉以上に愛を伝えたよ。望んではいたけどいいのかな、不安になってきた。遠くで電車の音聞こえたようで、もう始発が走ってる。空を見上げる余裕なかったから、今が何時かわからない。探し回った地元のアーケード、誰もいないかがり来たけど、話したいわけじゃなくて、思想がしない、その先のこと知れたさも愛しさだね。そんな気持ちはぐらかして、繋いだ手を引っ張られた。思想でしない、まさかこのまま半信半疑、勘違いしそう。左斜め近づくかも、勢い並ば一回で終わりするのかな、しないのかな、ドキドキして、わかりたい、わかりたくない、次は何が起きる。思想でしない、あなたのキスはどう落ち着かず、思わせぶりで、ねえどこへと飛んでゆくの。目を閉じたら唇が触れた、あなたのキスは甘く切なく、夢のように儚すぎて、腕を回ししがみついて、ねえこのままこうしていたい。あなたのキスは偶然じゃない、巡り合ってこの場所に来て、黙ったまま見つめ合って、言葉以上に愛を伝えたよ。望んではいたけどいいのかな、不安になってきた。しそうですね、キスでした。ありがとうございました。初めてこれ一人でフルで歌ったわ一人全部一人で歌ったの初めてだわ。うん、ちょっと分かんなかった歌い方、すっげえいつもと違う歌い方しちゃった。座ってるしね、座ってるし、1曲目でこんな感じか。ありがとうございますうん、アルバム曲はこれしかないね。うん、あの自然渋滞とかもねあったらいいんだけど、も入ってないですね。ちょっと入れていただいて、もろで。どうしようかな、何がいいかな。今日の声的にはちょっとハスキーだから、うーん、ハスキーな声なんで何がいいかな。ハスキーだから、AKB さんなんかいいのあるかな。ハスキーっつうか全然今日喋ってないだけなんですけど、うん、何がいいかな。テラヒナとかいいよね。テラヒナの卒業公演何やったっけ。高い曲しかやってないなあ、じゃあちょっとハスキーの方で。テラヒナの卒業公演はちょっと待ってね、こっち今パッと目に入ったんでこっち歌います
た大地の空白に言葉を失って立ち尽くしていた。何から先に手をつければいい。絶望の中に光を宿す。どこかに神がいるなら、もう一度新しい世界をこの地に開かせてくれ。それでも未来へ風は吹いている。頬に感じる命の息吹。それでも私は強く生きてゆく。さあたった一つレンガを積むことから始めようか。記憶の傷口はかさぶたになって、痛みの中に優しさを生むんだ。誰から先に抱きしめればいい。ぬくもりの中で夢を語ろう。溢れた涙の分だけ何かを背負わせてほしいよ。傍観者にはならない。それでも未来へ愛は続いてる。人と人とが求め合っている。それでも私は一歩歩き出す。そこに忘れられた希望を拾って始めようか。それでも未来へ風は吹いている。瞳閉じれば感じるはずさ。確かに未来へ風は吹いている。全て失って途方に暮れても、確かに私はここに存在する。前を塞いでる瓦礫を溶かして、今を生きる。もしも風が止んでしまっても、風が消えた世界はないんだ。どんな時も呼吸をしているように、今日という日がそう辛い一日でも、できることを始めようか。風は吹いているでした。ありがとうございました。イエーイ。じゃあテラヒナの卒業公演で2期生でやった2曲を、でもちょっとヒラメロ歌えないかもしれないな。難しいんだよな、どっちも。歌えるかな。頑張ります。ちょ2サビとか歌えないかもしれない。うん、ちょっと頑張って高い声笑顔で高い声出さないとちょっとこれさ歌えない曲だわ。よし、いきます。歌えるかな。だって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 しょうがないでしょ。まだ帰らないのって聞かれてごめん、そっけないリアクションして。だって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 時々しちゃったんだもん。そう本当はね、一緒に帰ろうって言いたかった。恋をするとどうして自分が自分じゃなくなる。こうすべきだったとか、ああすべきだったとか、立ち止まったり振り返ってみては後悔して、自分がどんどん嫌いになるの。次会ったらこうしよう、頭で考えすぎて
何でもない顔よでぎこちなくなるよ。一番可愛い私はあなたには見せたいのに、可愛くない私を見せてしまってる夏まですぐなのに、何にも変わってない、太陽だって呆れてるでしょ。なんで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 いつもこうなっちゃうの、そう興味ないふりをしてちょっとその場を離れたくなる。なんで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 素直になれないのかな、そうその後でさっきの私悔しくて泣いてるよ。2番はちょっと初めて歌うからわからんかもしれない一番ワンワンハーフでしたからね。他の誰かだったらいつだって普通でいられる、どう思われたってそうまるで関係ないし、カッコつけずに本当の自分をさらけ出して、良くも悪くもマイペースだった。もしも自分が男ならこんなやつ嫌いだなって思っちゃうような私になぜなってしまった。ダメならダメで縁がなかったんだと割り切れない、なんかおかしい。あなたと出会ってから髪をショートにして手抜いて欲しかった、純情なんて似合わないのかな。もっと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 自然に振る舞えたら、もう少しだけいいところをアピールできたかもしれないよね。もっと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 本当は可愛いんだよ、でも別人の私みたいで自己嫌悪最悪だ。大好きすぎてなんかうまくいかない、目が合うだけで頭の中が真っ白で、言葉と行動をぎこちなくなって空回りしてるよ。だって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 しょうがないでしょ、まだ帰らないのって聞かれてごめんそっけないリアクションして、だって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 ドキドキしちゃったんだもん、そう本当はね一緒に帰ろうって。なんで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 いつもこうなっちゃうの、そう興味ないふりをしてちょっとその場を離れたくなる。なんで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 素直になれないのかな、そうその後でさっきの私悔しくて泣いてるよ。NMB48 さんのだってだってだってでした。ちょっと2番ねちょっと違ったかもしれないけどごめんね。よいしょ、ちょっと重いな。え、あ、もう携帯が動かなくなってきた。こっちの曲の方がファーの歌えるかな。ああ、いきます。いい曲マジで。気象予報士が言ってた。髪を短くしようかな、君が同じを見せる。
僕たちはいつもいる近すぎる関係じゃ恋は始まらないよ君とどこかへ行きたいんだここじゃないもっと遠くまで日常から脱出しよう線路は続いている止まりだけは叱られるかな僕の知らない君を見たい窓の外の空はいつも今日と明日違う色だ新しい世界へハッシャベルが鳴るわかんないっす君が可愛いと言っていたお揃いのパジャマを買おう手と手目を閉じこんな A メロカットなんだ自由かな夜明けまで喋るのも恋の形の一つ君と遠くへ旅したいんだ言ったことがない果てまで地平線の向こう側にドラマている短い列車よ連れてって初めてのあの街ごめんなさいごめんなさいすいません本当にすいませんすいません本当にすいませんごめんなさいマジですいませんマジですいませんフィルも何回か聞いてるつもりなはずなんですけどずっと忘れられないなあれ全然違ったわここもとここむずいんだよな夏友達から恋人への大人休暇君とどこかへ行きたいんだここじゃないもっと遠くまで脱出しよう線路は続いている止まりかけは叱られるかな僕の知らない君を見たい窓の外の空はいつも今日と明日違う曲だ高いけどねめちゃめちゃ高いけどいい曲だダンスめっちゃ難かったけどねイエーイ君とどこかへ行きたいでしたありがとうございました。2番思ったより変則なんだね。変則っていうか1番と全然違うんだね。 A ダッシュがなくて C ダッシュもないんだね。3分ずつなめっちゃ短いんだね2番ね。知らなかったわすいません。あの普通に曲を覚える段階で LINE ミュージックでフル曲フルを聴いて覚えてるんですけど1番ね1番ばっかり練習するからダンス含めてそうもっといっぱい聞き込もうと思います2曲とも
まあ、なんとなく私が歌いたい曲は歌ったかな。なんか何がいいかなと。ちょっと自分の自分のグループの曲歌うか。これにしよっかな。高いかな。高い気がしてきた。まあそもそも AKB の曲は大体高いですからね。まあいっか、これにしよう。ちょっと久しぶりに歌って、どんな耳どういう風に聞き取ったらいいかもむずいわ。まあまあまあ、いきます。そんな顔で見るなよ、いけないこと言ったか、そうずっと思ってた気持ちだ。別に今じゃなくてもよかったのかもしれない。感情が高ぶってごめんね。気は不意にそっと考え込んで、僕を哀れんように微笑んだ。一番恥ずかしい流れ振られたんだ。と友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。このままでいましょう、恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない。5分前のことを忘れよう。どこがダメなのかって聞くだけ未練だらしいね。理屈ではないんだよね、フィーリングか。またいつか告っても変わることないんだね。可能性も全然ない、この恋。僕は何も気にしてないようにすぐにジョーク言って笑わせる。本当は傷ついたのに平気なふり。きっと私よりいい人がいるわなんて、上から目線はやめてくれないか。優しくされてもなんか惨めになるだけ。付き合えないなら同じことだよ。5分過ぎた後泣きたいよ。と友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。このままでいましょう、恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない。5分前のことを忘れよう。
友達でいましょうでした。なんか今日の歌の感じがなんだろう、モノマネじゃないけどモノマネのなんか、あ、こういう歌い方なんかするなって思ったけど思い出したわ、あれだわ、かなでちゃんだわ、25のこういう歌い方、そういえば練習してたなって思ったけど、かなでちゃんの歌声、歌い方、歌声というよりかは歌い方だと思って、うん、いや気分なんですよ歌、まあ、こういう感じの別になんかそう気分ですねあんまりこう明るく歌ってないけど今日は、かなでちゃんだわ、うん、そう、まあ、モノマネではないですけどロウワーとかバグでね結構真似して歌ってるんですよ、くるくるーってくるくるーってね、これはあれですけどエナなんですけど、かなでちゃん、かなでちゃんね声真似ではありませんが、結構声優さんはね、あの楠木智さんという方が演じられてるんですけど、すごく歌が上手な方で、そのかなでちゃんの時は結構そのあーっていうのを結構使うんですよ。で、あの息絶え絶えと言いますかっていう風に歌うんですよね。それはそれでね、なんだろう、こうちょっと儚さが出てすごく素敵な表現なんですけど、今日はどっちかというとそういうテンション感ですね。うん、そう、悔やむと書いて未来とか聞くとね、そう結構しっかり合いますよね。うん、声真似、声真似とはまた違うけど、セリフでも最近セリフのやつやってないな。なん、かなでちゃんの声真似は、あ、なんだろう、できるかな。ま、真冬、もうできなくなっちゃった。真冬、うん、こんぐらい。真冬メイクって言います、かなでは。今日はだからそういうちょっと暗めの曲な方が映えるので最後の曲を決めました。私は本日の最後の曲こっちにします。で、今日のこの歌声のテンションでいきたいと思います。
世界から忘れられたいよ。一つの恋が終わった。岬を巡り夏が近づく、風も潮も浮かれてるのに、人影のない心の奥で淡い夢が遠ざかってく。帰りたい場所がどこにもなくなって、しゃがみ込んでここを動けない。枕が楽なんだ、構わないでくれ。街明かり見たくない、ずっと波音をただ聞いていたいよ。孤独な恋の名残よ。こんな切なさを僕は知らなかった。まぶたを閉じたままで涙。枕になればいい、光はいらない。星たちよ出てくるな。今は世界から忘れられたいよ。一つの恋が終わった。暗闇求むでした。ありがとうございました。この曲は私結構 NGT48 に加入してだいぶ経ちまして、 NGT の楽曲だとまあ結構ほぼほぼの曲を披露したことがあるんですけど、暗闇求むだけは未だに振り入れもしてないですね。一回もやったことない。そのユニット曲とかそういうのを含めても、含めたとて暗闇求むって結構全体曲の曲ではあるので、この曲は一回もやったことないね。ね、やってないよね。まあ、結構あの振り付けもね個性的ではあるので。そうなんですよ、この曲は披露したこと一回もないですね。未だに、まあいつかどこかでというとこ、いつかどこかでというところではありますか。まあ衣装はね着たことあるけどね、結構ね。ということで、じゃあ10時にもなったので今日は終わりにさせていただきたいと思います。まあちょっとした気分的に暗めの曲になりましたが、あの明るい歌声の時に明るい歌声の時にちょっとあの別の楽しい感じで楽しい感じでやれたらいいなとは思っております。ということで男女読みます。13位ひろしさん、12位ひよりげたさん、11位突破球さん、10位鈴人さん、9位ベロさん、8位しんいちさん、7位くじちさん、6位けいさん、5位としさん、4位よしさん、3位、トールさん、2位いちたさん、1位たかおいちゃんさん、ありがとうございます。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日おやすみ村、バイバーイ。